レオナール・シェ・オキトゥンドゥルンドゥラ、フランス語、レナード・シー・オキツンズ・ランデラ、九百四十六年三月八日体は、コンゴ民主共和国の政治家、外交官。二千十六年十二月から二千十九年三月まで、コンゴ民主共和国の外務、国際協力大臣と副首相の一人を務める。以前は、コンゴとザ・イールで、他の多くの官職を歴任しており、以前は、外務大臣、 上院議員、またジョセフカビラ政権の参謀でもあった。ダベル・オキトゥンドゥとキテンゲア・ボキの息子であるオキトゥンドゥは弁護士の資格を持ち、1997年まで長期間スイスで働いていた。1999年3月15日から人権大臣を務めていたが、2000年にアブドライエイエロディアンドンバ氏に代わって外務大臣に就任した。 2001年12月にはアフリカ開発会議のために日本を訪れた。2003年から2006年まではジョセフ・カビラ大統領の首席補佐官を務めた。2006年の総選挙期間中にロンドンを訪れた際、2006年10月に外務省の前でカビラの反対派と思われる男たちに襲われ、セントラルミドルセックス病院に入院した。また、 今後民主共和国の上院議員でもある。2016年12月、カビラ大統領が今後の野党との取引で内閣を再編し、同月に行われるはずだった総選挙が延期されたため、オキトゥンドはレーモンド・ジバンダに代わって外務国際協力大臣に就任した。翌月には今後民主共和国を代表してアフリカ・フランス首脳会議に出席した。 2月には、欧州委員会のクリストス・スティリアニデス人道援助、市民保護担当委員と会談。2017年3月には、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相と会談し、今後民主共和国とロシアの関係や地域問題など、様々な問題について話し合った。同年7月には、イーゴリエブドキモフ中今後民主共和国ロシア大使と会談し、国際機関の枠組みでの両国の協力関係や、 経済関係などについて話し合った。2017年11月、オキトゥンドはいくつかの国を訪れ、コートジボワールで開催されたアフリカ連合、欧州連合首脳会議で、ベルギーのディディエ・レインダースと会談し、近所さに、ベルギーの新しい大使館を開設することや、ベルギーと今後民主共和国の関係を強化することについて話し合った。また、 インドのスシマスワラージ外務大臣と会談し、両国の関係強化について話し合った。2019年3月7日に外務大臣を退任した。本客中、ありがとうございます。